はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回はお正月の特別パネルミッションがあと1日で終わってしまうということで、まあこれどういう風にクリアすればサクッと攻略できるのかっていうのをお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあはじめ順序よく話していくんで、まあまとめてみたいっていう方は最後ね、思いっきりバーンって貼っとくか、コメント欄の方にこうすれば攻略できるよっていうのを書いておきますので、まあそちらご覧ください。でこのミッション攻略する前に先にやってほしいことなんですが、まず一つ目が和風のサーバント1機以上編成しろ。これに関しては清姫とか入れておけば OK です。おっさんの清姫で大丈夫です。でそしてその次、竜特性を持つサーバントを1機以上編成せよ。これも清姫で OK となっております。そして幸運 A 以上のサーバントを編成せよ。これに関してはエウリアレとかイアソンとか入れてもらったらいいかなと思います。なのでキヨヒーとエウリアレとかキヨヒーとイアソンとか、そういう組み合わせでやっていけばいいかなって感じです。そしてここのフレンドポイントを24回実行せよ。まあこれそのままフレンドポイント24回引けば OK っていう感じになってるので、まあサクッと24連引いてもらえたらいいかなと思います。はい。でこれをやった上でパネルミッションいろいろ攻略していくんですが、まず一つ目です。メインレコードの一部2章セプテムですね。ここのガリア攻略してください。でこのガリアに関しては神聖サーバント1機と天属性3体、王徳性持ちのサーバント1体を撃破することができるということで、まあ結構コスパがいいクエストとなっております。でこのフリークエストの攻略に関してなんですが、あくまで一部をクリアしている前提でお話ししていきますので、ちょっとそこだけご了承ください。はい。ということでこれをやりましょう。そして次なんですが、一部7章ですね、バビロニア行ってください。バビロニアのニップルを攻略してください。でここに関してなんですが、超巨大特性を持つエネミーを3体倒せっていうのが出てきます。なのでここ3回クリアすると竜特性のやつもまとめてクリアできるということで、バビロニアのニップルですね、ここを3回クリアしてもらえたらいいかなと思います。でここのクエストないよっていう方、まだ一部7章まで行ってないよっていう方に関してなんですが、一部5章ですね、北米です。北米のワシントンですね、ここ超巨大なやつスプリガンが出てきますので、ここを3回クリアしてください。そしてそれと同時に一部1章ですね、ここのボークルールというところを1回攻略してください。まあここで竜特性のエネミーを倒すことができるということで、まあ一部7章行ってると3回で済むんですが、一部7章まで行ってないと4回になってしまうっていうのがあったりするんで、そこだけご注意ください。そして次なんですが、一部3章のオケアノスですね、オケアノスの海賊船、これを1回クリアしてください。これに関しては水辺のフリークエストをクリアすれば OK ということで、まあこれさえしておけばまあ簡単にできるかなと思います。でそれ以降に関してなんですが、玉、白いもの、赤いもの、金色のもの集めろって言われます。なのでそこを消費するために修練場ですね。はい。まあ、修練場に関してはぶっちゃけ何でもいいんですが、まあ好きな修練場を1個クリアしといてください。はい。まあ金色の宝箱欲しいなって思うんだったら超級とか極級1回クリアする。で玉欲しいなって思うんだったら初級ですね、ここで青色の玉ゲットできるんで、入手する。で白い白とか赤色のやつですね、それに関しては中級とかクリアすると、赤い魔石とか、それ以外だと白いピースゲットすることができるんで、サクッと攻略できるかなと思います。はい。でそれと同時に、今もう自分クリアしちゃったんですが、ヤマトタケルのフリークエストですね、これに関しては天3体神聖サーバント、あと金色と赤色、玉のアイテムを入手することができるということで、ここでも一応ね、時間を削減、 AP コストを削減することができるという感じになっているので、まあさっきフリークエストいろいろお話ししてたんですが、あれなんかやんのめんどくせえなっていう方は山竹の体験クエスト攻略していると1回分ちょっと AP を減らすことができるみたいな感じです。はい。で山竹に関しては、まあ、予備符が1枚もらえるということで、まだクリアしてないよっていう方に関しては必ずクリアしておきましょう。以上ということで、
今回このお正月の特別パネルミッションについてのお話ししてきたんですが、こんな感じとなっております。でまあ実際このお正月のパネルミッションでね、あのとあるキャラクターがいるんですが、それが今ねネットミームっぽくねなんかみんなにネタにされてるということで、そのネタを逃すのはもったいないっていう感じがあるので、はい、まあここに関して必ず入手できるんだったら入手しておきましょう。でパネルミッションコンプリートすると予備符5枚等も入手できて、すっごい美味しいので、はい、クリアできない方はちゃんとやっていきましょう。でまだストーリー全然進めてないよっていう方に関しては、ストーリーとりあえず進めることによって、まあ、ミッションがある程度クリアすることができる、もしくは修練場を無理やりクリアすることによってミッションを突破することが可能となってます。なので、まあ、まだ全然 FGO を始めたばっかりで分かんないやっていう方に関しては、このカルデアゲートから曜日クエストっていうのを選択して、まあ自分が欲しいところですね、あなんかこういうキャラクター出てくるんだ、じゃあここ攻略しようみたいな感じで攻略していくと、まあ気持ち楽に攻略できるかなと思います。まあただ結構運ゲーとなってしまうんで、そこだけが注意必要かなという感じです。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.